続きまして社民党参議院議員の福島みずほさんです。福島さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんばんは。紹介していただきました社民党参議院議員副党首福島みずほです。党を代表してこの日比谷街音楽堂満員の皆さんお一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。まず冒頭、今日の共謀罪審議入りに断固抗議していこうではありませんか。そして皆さん、先ほどからもありますが、テロと準備罪なんて言うな、撤回しろ、そしてという声を大きく広げて、テロと準備罪なんて使えないような状況を一緒に作っていこうではありませんか。テロと準備罪なんてインチキですよ。テロ等の等とは何かと質問主意書で聞きました。等とはテロ犯罪以外の全ての犯罪というのが答弁です。テロと非テロ全部じゃないですか。まあ、これはパレルモ条約マフィア対策2000年に調印し、テロとは全く関係がありません。先ほどもありましたが、政府が初めに与党に示した案にはテロの2文字が一切ありませんでした。閣議決定した法案も目的に、そして2条の組織犯罪集団の定義にも一切テロはありません。目的にないんですよ。テロと準備罪なんて嘘つくなと思いますが、どうでしょうか。そして皆さん、テロの対策というのであれば、アメリカと一緒に世界で中東で戦争しないことそのものがテロ対策ではないでしょうか。そして共謀罪、共謀があって予備があって未遂があって既遂です。犯罪は基本的に既遂でなければ処罰されません。未遂、予備は極めて例外的です。刑法の予備罪7つしかありません。殺人予備、強盗予備、放火予備、内乱予備、外観予備、視線予備など7つしかありません。なのになぜ全部で277の共謀を処罰する法案なんでしょうか。全く手前の段階でまだ何も起きてない、まだ何も法益侵害は起きていない、その段階から一網打尽に処罰をしようとしています。277の治安維持法ができるようなものだ、そう思います。共謀は準備共謀も成立します。皆さんたちがここで黙っていたら、それだけで共謀が成立します。目くばせだって共謀なんです。死んでない限り共謀罪が成立する、これが共謀罪です。こんなのおかしい、まだ何も悪いことしてない、まだ何も発生していません。そして皆さん、 LINE もさっき有田さんが言ってくださったので言わなきゃ、 LINE でやったり一斉メールも共謀罪の成立です。いいねと言ったらこれも共謀です。でも皆さん、 LINE や一斉メールやメールをどうやって共謀してると認定するんでしょうか。金田法務大臣はこの LINE やメールも手段であり、将来盗聴法の対象の検討しうると答えました。とんでもない監視社会が成立する。今までは犯罪が起きて、例えば強姦された、殺人があった、そういうことで捜査が開始します。でも共謀罪ができたら捜査も一変します。何か悪いこと、何か共謀する集団があるんじゃないか、何かやってるんじゃないか、捜査の手法が全く変わってしまいます。だから捜査と社会を変える共謀罪、どんなことがあっても廃案にしていこうではありませんか。安倍内閣は森友学園で分かったように、政治を私物化し、あらゆるものを私物化し、自分たちと考えを同じくする者たちに便宜供与をしてきたと思います。韓国ではパク
大統領、お友達への便宜供与で大統領を罷免され逮捕をされました。日本でもお仲間に友達に便宜供与をし、政治を私物化する総理大臣には退陣をしてもらおうではありませんか。安倍総理は言いました。私と妻がこの土地の売却について関与していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。関与が明らかになったじゃないですか。関与が明らかになったじゃないですか。だったら総理大臣も国会議員も辞めてもらおうではありませんか。私たちは今平和な国を作るのか、戦争できる国にするのか、私物化された政治なのか、民主主義と自由の国であり続けるのか、それが問われています。自由と民主主義、私たちこそ主権者である。民主主義の力で、そして国会では野党共闘、そして市民との共闘